スカイリム、ノクターナル引き続きプレイをします。前回ね、この4つの扉の向こう側で、鍵を手に入れました。で、まあそのね、鍵を使ってこの中に入っていきたいなと思います。では上から順番にガチッ、あ全部一気にやったのか。なんだ、一つずつ丁寧にやってほしかったな。じゃあ行きましょう。これでもう会えるでしょう。なんだこれは、これはなんだ、いきなり引き継ぎがあるんだが、ここに眠ってるのかな。グレイフォックス、グレン・ロイ、ここに眠る。彼は皇帝ユリエル・セプティム7世を守り、その身を犠牲にした。第3期433年収穫の月27日。そしてこっちは、ここに、レノールト隊長は眠る。彼女は女性なんですね。皇帝ユリエル・セプティム7世を守り、その身を犠牲にした。その昔王が亡くなると一緒にね埋葬されたというありましたけど、そういうことでしょうねきっとね。で、またこれ開かないの、なんだ、どういうことだ。じゃあ立って、何かあるんでしょうね。こんなところにレバーがある。カチッとな、オッケー、到着したんじゃないこれ。おお来た、おお何今の、ここもなんか帝都の牢獄へ、なんで牢獄に行っちゃうのこれで。帝都ってオブリビオンのあそこまで行くのかな。じゃあ行きます。まさか盗んだもの没収されないよね。何、何も動きがないですね。これはもう一度やり直した方がいいかもしれないな。スニーキングにしてると良くないのかもしれないですね。
じゃあここからと、はい、それで開けて、あ、これ読まないとダメなんだね、きっとね。はい、読んで、あれ、あ、読まなくてもよかったかな。さあ、ここで保存入れて、ドカーン来て、ドカーンじゃもうないのか。はい、飛んだ。スニーキングしてないよ、今度は。おっ、あ、やっぱりそうだ。開けるのか？開けた。え、え、なになに？どういうこと？入ってきた。3人入ってきて、誰かお偉いさん入ってくるのか？なんとなくそんな気がする。あ、やっぱりこの人は誰だ。この人はグレイフォックスなのか。怒っている。え怒ってるんじゃないのか。あ、これってあのオブリビオンのあのオープニングだ。ああ、そうだそうだ。だから今目の前に立ってたあのスキンヘッドの男性は主人公っていうか、あのプレイヤーなんですよね、本来はね。ああ、こんなに広くなかったですけどね、オブリビオンの檻の方は。わあ、なんか懐かしいな。え、え、えー、囚人が何かやられているぞ。さあ、手に入れたデイドラのダガーを試すか。ここはいけないのか。どういうこと。ひでえことしやがるな。待ってろ、私が助ける。あれだけど、なぜエルフがいるんだそこに。待って、私が助けてやる。ああ、鍵が足りないのか。鍵がなくなる。待ってろ、私が。はい、死ね。ふう、おお、これはすごいんじゃないの。ルドメリ自治領のよろめきだって。もらっちゃおう。あ、いる、やばい、やつがいる。多分でダメージ2だって。あんまり大したことない。
向は女性か。待ってよ、助けてやるから。助けられるのかな。でも爆弾はいらない。結構高いな、これ高いからね、捨てるわけにもいかないな。やりたいんだが、取ってることができないのか。残念だ。こっちは女性だ。ひでえことしやがる。まったく。こっちはもうスケルトンになっている。ここは結局行けないんですよね、きっとね。誰かいるのか。あれ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 、どうだ、思い知ったか。またあるのこれ。これ売りたいな。ロックピック、大事なロックピック。ジョッキはいらない。スカイリムのトーチ、お金になるからね。これ売りたいな。これ捨てて、これ持ってこうか。しょっけん、はい、来るかな。さあ次だ。奴が見たら警戒するかな。不正が行われたら誰かが辛い思いをするだろう。何言ってんだ、嘘でしょ。気のせいみたいだな。そうだ、気のせいだよ。開けられない。
え、どうしていいんだ、どうしたらいいんだこれ。ドレス、あ、見つけた。2冊目。あ、メッセージがある。バンドレスの哀れになるかな、バンドレスの哀れになるかな。まさにこの牢獄だ。だがユリエル・セプティムにはこの静かな囚人が運命の贈り物であるか、ある時がついていた。帝国を救う要となり秩序と平和を取り戻すと。続きはドラゴンボーン。この牢獄から脱出するのだ。勇者と皇帝とその付き添い、その付き添いし、ブレイズの足取りを追うのだ。まさにその同じ道を、そのわずかな変化。 OK、 じゃあさっきのところで、これを読むことで変化があるんだな。そしてこれは、待ってくれ、エンシェントビジョン、これなんだろう。ファルクリスでバンドレスの残りを埋める。 OK、 ちゃんとね埋葬してあげないとね。おお、素晴らしい。これでいけるってことだ。よし、ゆっくりゆっくり行こうかな。もう倒すもの倒したし。エンシェントビジョン、ほっ、オッケー。え、閉じちゃうの。そうなんだ。これは？いちいちこうやってやらないとダメ？あれ？あ、あ、はい？やっぱりやんなきゃダメなんだ。お、危ない。途中ね、なんか神殿のようなところに出るんですよね。あ、でも全然違うな。うわ、これは向こう側につながる道ができるのかな。どうするんだこれ。え？あ、こっちか。おお。これってあれじゃないのか。
なんだこの電子音は。どうなってんだ。二手に分かれてるな。二手に分かれてるな。どっから行こうか。扉がある。鍵が。達人か。ポイントは見つけたぞ。ポイント見つければこっちのものだ。あっ、あっ、来たか。来た。残り3本で来た。ここにもある。木こりの斧は捨てようか。ここでは必要ない。あ、あの上にもあった。こんなとこにもある。すべていただいたよ。鍵がいるだ。鍵がいる。下に行く道と下行ってみようか。深いな。
て、こっちには行けないと。 OK、 じゃあ元に戻って、来たんだよね。あれ、レバーがないとおかしいな。そうなるとここにどこかにレバーがあるんじゃないのか。違うかな。これに仕掛けがあるとか。奥だろうな。ん？今何か関係ないか。から伝ってか、向こう行くからちゃんと行くか。じゃあ普通にね、この奥は行ってないんですよね。からあるとすれば、ここのどこかにレバーがあったりしない。どこにレバーがあるんだろう。何にもないな。電子音が気になるんですよね。なんでこういう音がしてるんだろう。何かするのかな、やっぱり。これ使ったらいいのかな。やっぱり
オッケー。あ、来た来た。おお、なんだこれ。ウンブラ作動終了はい、というわけで、今回はここまでにしたいと思います